カープの久保選手がヤクルトの山田哲人選手と自主トレするみたいだね。セカンドに挑戦しておるし、小講師で学ぶところもあるじゃろうな。久保選手の身体能力の高さは誰もが認めるところなんだけど、今季はファームで61試合に出場し打率1割9分、外野手登録ながら出場機会を増やすためにセカンドにも挑戦し始めたところだね。山田選手は理想の選手、と話す久保選手は、身長体重も同じくらいなのでどうやって飛ばしているのか、盗塁技術もいろいろ聞きたい、理想の人です。と赤山田哲人になるべく、自主トレに挑むみたい。才能が開花すればセンターを任せられる万能な選手じゃしな。期待したいわい。ファンからも、久保は大卒だしな。来年は勝負の年。自主トレで分けて春には差を見せつけてほしい。秋山も久保を捨てたしで、秋山からポジションを奪うのは久保かもしれない。ほんとトリプルスリー狙える逸材だと思うし、山田哲人から全てを学んでほしい。盗塁は技術、山田のレベルはなかなか難しいけど良いきっかけになればいいね、などの反応があったよ。新井監督の言うようにオフシーズンが勝負、若手の成長が楽しみだね。ということで久保選手のお話でした。皆さんのコメントをお待ちしています。